錦織選手の地元松江市でも早朝から多くの人が熱い声援を送りました。中継です。はい、こちらでは午前5時半の会場より前に入り口には行列ができていました。試合開始前には用意された800席がすべて埋まり、およそ100人が立ち見で声援を送りました。会場では小学校時代のコーチや担任の先生らが画面を食い入るように見つめ、錦織選手がポイントを取るたび大きな歓声を上げていました。試合が終わった瞬間には皆さん残念な表情を浮かべていましたが、すぐに健闘を称える大きな拍手が沸き起こりました。本当に相手が強かったですね。仕方がないと思います。今日は彼の日ではなかったけれども、でもそのまま階段を上り続ける目標はちゃんとはっきり見えていると思います。結構もすごい調子良かったので、相手がさらに上手だったと思います。次は、絶対に優勝してください。お疲れ様でした。午前10時頃から松江市内のショッピングセンターなどで号外が配られ、多くの買い物客らが足を止め、地元のヒーローの活躍に目を通していました。松江市は市民栄誉賞を贈ることも検討していて、地元の熱はまだまだ続きそうです。